祖の法尊ではないと、同じことを言ったってダメだよって言うんです。今六祖の子孫として六祖の言葉を聞き取り、六祖の身体八部を得て言うとすればこう言うべきだ。つまりいわゆる人者振動はさもあらばあれ、六祖は お前らの心が動いたと言ったが、さらに人者どう人が動くのである、何としてか因も言う、どうしてそう言えるかというと、いわゆる動者動、動くものが動くのだ、人が人であるからだ、すでにこれそういう人間であるからしてそういうふうに言うのだ。難しいことなんですけども、これはですね、風も万も人の心も人も動くこと自体もみんな動いているというふうに考えればいいんじゃないでしょうか。動いているのはお前らの心だけではないです。風も動いている、万も動いている、人の心も動いている、人も動いている、動くものも動いている、すべてのものを動かしている力がそこに働いている。だから死んだものも帰ってくる、死んだものはもう帰らないというのは普通の人間の言うことですが、戦場に出てこういうのいろんな不思議なことを見た人は、いや死んだ人も帰ってくるんだよな。うちの学長のお葬式の時にお棺を担いだのは雲水さんたちでした。その雲水さんが担いだお棺がですね、山門を通り抜けて、山門の下の道は杉の林になってます。で私は一番高いところからずっとこう下を見ておりましたら、林の中をですね雲水が担いだ棺がずっと動いてくるんです。そうして今度は左へ曲がって、左道が曲がってそれで左曲がってずっと下へ降りてくるんです。そして一番下に霊柩車が待ってまして、霊柩車に乗っけて今度は別の道を上へ上がってきますと大学の横を通るんです。つまり学長が毎日その来ていた大学の横を通る。最初に通った林の中の道は老子がいつも散歩していた道、その老子が動いていた通りにこう霊柩車が動いてくるんですよ。でそれを見送って、で老子さようならって言って僕は別れたんですけども、まあ動いているのは霊柩車、そしてお棺を担いだ雲水たちですけども、雲水も動いているし棺も動いているし、中に安置されている、谷老子も動いている、それを見ている我々も動いているというふうな言い方になるんでしょうね。六祖の昔は真宗の娼婦なり、六祖は昔真宗というとこの木こりであった。山をも極め水をも極む木こりであったから、山のことや水のことはよく知っていたであろう。だが青い松の下でいろいろ工夫をして人生の根源を断ち切ったとしても、禅宗のお寺の明るい窓の内に座座禅をして自分の心を照らす古い教えがあるということは知らなんだ。雪を明かりにして勉強するということも知らなかった。この男がある日位置にありて経を聞く、六祖が山を降りて滝に降りに行きましたら、一人の男がその滝に買おうと言ってお金を払い、その滝には宿屋へ持ってけと言いました。宿屋へ行きましたら二番目の男が金剛般若経というお経を読んでおりました。この間老子のお葬式の時読まれたお経、金剛般若経であります。そのお経を聞いているうちに六祖は動けなくなりまして、垣根にしがみついてお経が終わるまで待っておりました。
そうして終わったらそこへ出て行って、今のお経は何というお経かと聞きました。でその男が金剛般若経というお経だと言ったら、それを誰に教わりましたかと聞きました。で、五祖愚人という人に教わったということを言いましたら、その方はどこにいるかとまた聞きました。それで大梅というところにいらっしゃるというところまで返事しましたら、六祖の顔色が変わりました。それをですね、宿屋の中から第三の男が見ておりまして、そこへ出てきて、お前は今顔色が変わったがどうしてだって言って聞きました。それで六祖が、私は実はあのお経を聞いて、出家してこのお経を唱えたいと思うようになりました。それで誰に教わったかと聞きました。で大梅の愚人という人だということも聞きました。ですが私には年取ったお母さんがおりますので、母のことを思い出しまして、母を捨てるわけにはいかんなと思ったので、私の顔色が変わったのだと思いますという返事しました。そしたらこの第三の男は、前世の因縁でこういう時に銀十両を投げ出すようになっていたとお経に書いてあるんですよ。便利な男がいるもんでね、こんな人が 5,6 人いると本当にいいと思いますがね。それで銀十両出した、今のお金で100万円ぐらいで、六祖はこの100万円のお金をお母さんに渡して出家しました。お母さんは間もなく死んでしまいました。この六祖の因縁は自ら待ちしところにあらず、自分がそういうことを期待してそうなったのではない、他人が勧めたわけでもない。小さい時お父さんを亡くし、長じてはお母さんを養っている。しかし彼は自分の衣の袖の裏にダイヤモンドが隠されていて、そのダイヤモンドがやがて天地を照らし出すことを知らなかった。ところがたちまち発明せしによりて、たちまち因縁が現れて、老母を捨てて御祖を訪ねた。これは人の人生でも稀なることである。恩内のたれかかろからん、親の恩は何者にも代えがたくい重いものだ。しかし法の恩はそれよりももっと重い。だから法を重くして親の恩を軽くするによりて、親を捨て出家したのだ。これを法華経は内若門即納真偈というのだ。この内若門即納真偈というのを法華経の薬草喩品の中には即納真偈と書いてあります。法華経の意味は、知恵のある人が教えを聞いたらすぐにそれを悟るでしょうという簡単な意味なんですよ。知恵のある人が教えを聞けば必ず悟りを開く、真偈するでしょうという言葉なんですけども、それを道元さんはですね、この即という字をわざわざ即という字に変えちゃったんです。即、すぐに。これは1秒の10分の1とか20分の1秒とかそういうことじゃないんですよ。もう聞いたらすぐなんですよ。聞いたらすぐ。寿司食べに行きますか、はいはいってこう言っちゃう。ひどいのになると寿司ってまだ言いかけた、これ行く行こうって、これが即なんですよ。で寿司食べに行きますかって言われて、そうですね、おかずもたくさんあるしね、寒いしね、なんて、でもまあ行きましょうかっていうのはあっち側の方なんですよ。すなわちそれでね、それでね、それでね、で and and so and so and so ってこうたくさん出てきて、最後にじゃあ行こうかっていうの。その時は誘ったやつがもう行かないって言って、だいたい人がね連れて行こうという時にな、んて言ったらもうさよならですよ。僕時々家内疲れてると寿司屋に連れて行くと元気になるものですから、大体お酢を食べて魚を食べてご飯たくさん食べますでしょ、元気になるんですよ。
それで寿司屋でも行くって言ったら行く行くって即返事が来る。10回に1回そうですねと言った時は行かない、行かないです。もう金輪際行かない。じゃあやめた。行きます行きます行きますって言ってもうダメよ。そんなの人に誘われた時に行こうって言うんでなきゃね。考えるということはもう行く気が半分ないってことだから。それじゃあ寿司に対して申し訳がないもん。本当ですよ。この間12月の10日の日に僕はサントリーホールへ行きまして、小澤征爾が指揮したボストン交響楽団のベルリオーズのレクイエムというのを聞きに行きました。その切符を出されたのは8月の初め頃。そうやね、12月10日の切符は8月の初めにもうなくなっちゃうんですよ。それで聞いたら5枚ぐらい残ってるかな。一番高いのの次の席、一番高いの2万円その次1万6千円高いよね。もう僕の知ってる人でね、オーケストラが一番安いという人がいるんですよ。どうしてって言ったら人数で割ると安いって言うんですよ。ああいう考え方もあるね。一番高いのはバイオリンを一人で弾くのが一番高い。一人に2万円払うのと300人に2万円払うのとじゃね違うって言うんですがね。そういった音楽全然知らないやつだから。で、とにかく小澤征爾がボストンを弾いて日本へ来てさ、それで演奏するって言うんだからいいやいいやって言って、でどこって言ってきたら左の一番突破し、ウィング。それでバイオリンだとね、考えるんですよ。こうやって弾くからどっち側から見た方がいいかな。でバイオリンなんてな、見るもんじゃない、聞くもんなんですけどね。ですけどやっぱり右かな左かななんて考えるじゃないですか。来年の2月の15日にアンネ・ゾヒ・ムッターというバイオリニストが来て弾くんです。このアンネ・ゾヒ・ムッターという人は胸が半分ぐらい出るようなドレスを着て、ここ裸ですよね。その裸のところへねバイオリンを当てて弾くんです。カラヤンさんがもうこの出口の女の子に夢中で、ね、で、楽団が大揺れに揺れて危うく解散しかけたことがあるんですよ。そう大した女子じゃないんですけどね。そのアネゾヒムッターのこうでっかい胸のところにバイオリンがどんな風に当たるかっていうんで、どっちから見たらいいかってしばらく考えましたね。結局右側のウィングの方で今度は見るんですけど、でこの間は左のウィングだったんです。で私が勝ってそこはもうおしまい。で当日行きましたら、なんとなくそのねお客さんの様子が違うんですよ。ほいでこうどうしてかなと思ってみたら、SP という特別警護隊員がいるんです。5人ぐらいいるんです。あ、じゃあこれ偉い人来るんだわなんて思って、で偉い人は2階の正面席って決まってますから、その左のウィングへ座りましてこっち側見たんですよ。そしたらね、天でロイヤルボックスじゃないんですよ。もうどうでもいいようなのがずらり並んでいるから、あれどこ行くのかなと思ったら、右のウィング、私の真正面、そこへ皇太子ご夫妻が入ってこられました。僕は別にファンでも何でもないんですけどね、日本人ってのはバカなもんでね、皇太子が入ってくると来たーって感じする。すぐ双眼鏡を出してこう、昔こんなことしたら大変ですよね。それでよくよくこう眺めて、雅子さんはパセドーシビレでね、皮膚病かだからこの辺ばっかり一生懸命見たんですが、上手に隠してて見えませんでしたね。綺麗でしたね。それで小澤征爾さんが入ってきて、皇太子殿下に再敬礼するかなと思ったら全然しないんだよこの男はね。それで みんなの方へ再敬礼して始まったんですけど、まあ素晴らしかったですね。演奏が終わりまして、この
レクイエムっていうのは1時間半ですから、1時間半の間に10首を歌うんですよね。コーラス団があって、タングルウッド、フェスティバルコーラスというね、人たちが100人来て、すごいですよ、コーラスが100人、演奏する人が60人ぐらい、金管楽器の中にね、あの大砲みたいなラッパー持ったやつがいてね、こんな太いですよ。それでそれ抱えてきて、たった3回プーッと言うだけなんですけど、あれで給料もらうのかね。それでもその時は僕は双眼鏡でずっとこの男の顔見てたんですよ。そしたらね、あのいいおっさんなんですよ。ですけども、そのプールの前ね、彼極度の緊張状態でね、それで舌なめずりをしたり、空を睨んだりしてね、やわら口を割ってプーッと言ったそうでおしまい。なんだおならじゃないかっていうの、しばらくするとまたプーッと言って、で3回やってフーッと言って大息ついてね、かわいらしいですね。タングルウッドのフェスティバルコーラスというのは、タングルウッドの町の人でボランティアで出演するんだそうですね。100人、いやこれがまあ綺麗な人、女の人は綺麗な人とそうでない人とですけど、品がいいんですよ、すっごい品がいい。それでまた11枚でこうやってこう毛穴から鼻の穴までこうよくよく見て、むしろすぐそこですから。そうしたらですね、まあ上手なコーラスでしたね。あの小沢誠一さんという人は1959年にね、23歳の時に、東邦短大の音楽部を出て、そしてあの富士重工がスポンサーになって、スクーターを1台貸してもらいまして、フランスのマルセイユに貨物船で上がって、そこからパリまで行って、でパリに着いた時にブザンソン音楽あの国際指揮者コンクールというのがあるというのを教えられて、で、だけどもう締め切りの日は過ぎたんだよって言われたんですって。で普通の人はそこで諦めるんですけども、小沢誠二という人はあの即のタイプの人だから、聞いたら即やるぜよっていうわけで、日本大使館に飛び込んでその国際コンクールに出たいって言ったら、そしたらその外務省の役人がですね、第一小沢23歳で白いヘルメットをかぶって日の丸の鉢巻きしてたっていうんですから、これじゃヒッピーだと思いますよ。それでいい加減にあしらわれてね、期限が切れてるんだからそれは無理ですよ、ちょっと断るぞ。そしたら小沢は今度は即アメリカ大使館に飛び込んで、でぜひ出演したいんだと言ったら、アメリカ人のその音楽担当官がですね、ブザンソンのその本部まで電話をかけて交渉してくれて、かわいそうだから入れてやれよっていうわけで、面白いよね、アメリカ大使館が日本の青年のためにこの交渉するわけですよ。そしたらブザンソンの方で、あのいいだろうっていうんで特別に参加させてくれたんですよ。それでこういう話の時は大体一番ビリカスでお情けでというのが普通なんだけど、この人一番になっちゃった。そしたらそれを審査したのがフランスのシャルル・ミューシュというすげえおやつさんと、それからカラヤンさんと、それからアメリカのバーンスタインと、まだ 2,3 人いたらしいんですけど、その連中が全員感心しちゃってね、そして、この青年をタングルウッド音楽院に推薦しようと言って推薦されたボストンの近くですって。僕は知りませんけど、ボストンという町は正教徒がね、イギリスからアメリカへ来て作った町なんだそうですね。ですからアメリカの中で一番イギリス的な町なんだそうですよ。そしてあの、田舎の木でできた家ばっかりこう森の中にあるんだそうです。このタングルウッドというとか、名前もタングルウッドだしね。でそこへ行ったらね、あのタングルウッドの人たちがこの小沢誠二、小沢誠二さんって若い時から髪の毛がこんなになってた、普通だったらね、もうこんな感じなのにね、その家族みたいに大事にしてくれたんですって。そうして小沢はここで勉強しまして、ついに世界の小沢になっていったんです。まあ一番面倒見たのはバーンスタインですけども、
それでアメリカ行ってニューヨークでそのバーンスタインの踊るようなねダンスをするような式をあの身につけて、でカラヤにも可愛がられましたから、カラヤのあの重厚な式とそれからリズミカルな式と両方をね兼ねたような、まあ忙しい人ですね、あの人の式っていうのは、あっち向いたりこっち向いたり、このあのねレクイエム高いところにトランペットの席が4つあるんですよ、東西南北で、そこに4人ずつトランペッターがいて、ピャーッとその神様の栄光を称えるのをやるんですよ。そうすると小沢はですね、そのたびにそっち向いて、それでさあやれって言うわけでね、そうするとバーッとなるでしょ、今度はこっち側向いてやって、こっち側向いてやって、それは私はこうまた11枚でこう見てるんですよ。まあ表情といいね、音といいね、特にあのおしまいの方でビンソン・コールというね黒人系の歌手がね、あのパイプオルガンの一番高いところに特別席があってね、そこで歌うんです。いやすごい声ですね、もうたまげちまいました、トランペットかと思っちゃった。あんな声日本人には出せませんね。そんな野沢菜なんか食ってたんじゃとってもあんな音声は出ませんよ。これはすっごい声だよ。そうしてもう拍手が鳴り止まないんですよね。演奏が終わって30分間で、ね、拍手が鳴り止まない。こんなの僕初めてですよ。あのいつまでも拍手してるのはバレエのお姉ちゃんの時ね、あれはもうまた出てこないかなと思った。アナニアシビリなんて時は8回出てきた挨拶ってさすがにうんざりしちゃってね、もういいよって言ってたの。ところが今度8回指揮者が出てきてご挨拶しました。最後の2回は誰もいないんですもん。あの楽団員がもう退場しちゃって、コーラスが退場して、それでその辺片付けてるおっさんのところへ3人出てきましてね、ビンソン・コールと。それでもまだ拍手がやまないんですよ。もういっぺん出てきて、それでひょいといたら皇太子殿下ご夫妻座ってるんです。それで最後まで手を叩いて、それでみんなあの3人退場しましたんで、皇太子の方にちょっとこう立って丁寧にお辞儀するやつはいないですね今。さよならってのでひょっとこうやってね、向こうもひょっとこうやって、私もひょっとこうやったんですけど、それでも満足して帰ってきました。ああいう日っていうのはいっぱい飲みたくなるんですね。もう家帰ったの夜中の1時でしたがね。僕はこの小沢征爾さんが、23歳でね、本当に貧乏でね、スクーターに乗ってね、行ったその時にブザンソンで、コンクールがあると言って聞いた時にバッとそれにかけたね、それがすごいなと思うんですよ。あの人はいつもそういうふうにこう天気が来るとバッと自分をかけていくんですね。そして今のように立派になられたんで、今年の7月の7日にタングルンドにですね、聖女小沢ホールというのが建設されました。ソニーの大賀則夫社長が全額寄付しまして、それができたんですが、これがその聖女小沢ホールですね、かまぼこみたいな。外側はレンガですが中は全部ウッドです。で、ここであの記念演奏会が開かれまして、僕は知らないんですけども、ジョン・ウィリアムズという人がチェロ協奏曲をこの日のために作曲したんだそうで、それをあの韓国のヨーヨーマというね、あのメガネかけたなかなか名演奏ですよヨーヨーマ、その人が弾いてね、そして弾いてる最中にあの大ライブになったんだそうです。ライブで、ここがその記念ホールだとしますと、こっち側が出口なんですよ。ここはねどういう仕掛けになってるか知らないけど、その扉が全部なくなっちゃうんです。ちょうど倉庫の入り口みたいにベーッと戸が全部開いちゃってね、そしてあの外とつながってるんですって。
で中の席が1180で外に900人ぐらい座れるんだそうで、これいくらでも座れますよ、芝生の上にビニール敷いて座るんだから。でみんなウイスキー飲んでるんだそうですがね、いいですねこんな演奏会。それで2000人の聴衆が聴いている最中大雷雨になりまして、で外にいた人がどこに隠れたかどこにも書いてありませんから濡れたんじゃないでしょうかね。そして最後に、アレルヤコーラスというのを2000人がね、2000人全員が歌ったんですよ。小沢嬉しかったでしょうね。でもタングルートの人はそれ以上に喜んでるんですよ。自分たちの小沢が、自分たちの村だそうですがね、村にその小沢の国の、かのソイの社長が全額寄付して、ホールができたっていう。まああのコーラスの人たちの顔皆さんにお見せしたかったですね。すっごいいい顔してる、もう飽きない顔してる。そうしても一生懸命歌うんですよね。もう大して報酬なんかもらわないんでしょうね。ただもう小沢のために歌いたいから来てるんですよ。だから小沢のそのタングルードの人たちに対する配慮がね、指揮をしてる時に分かるんですよ。もう絶えずその人たちに気を配っているんです。でそれに対して、コーラス団は声で答えてるんですよ。もうしっかりやってってんでしょうね。まあそういうことがあって私は大変幸せな思いをいたしましたけども、これもですね考えれば、うちにゃくもん即の神経という世界なんですね。これいつかもお話しました Please call my name のカセットテープができまして、で、本日皆様にお分けしたいと言いたいんですけども、昨日許可がおりましたんでここにシールを貼らないと、売れないんです。ですから今日はお見せするだけ。ここにこれはビーチャーコという大菩薩伝道のある湖ですが、この背の高い人が島の栄造さんで英語を訳した人、こちらのずんぐりした背の低い人がうちの学長でこの間死んだ人、二人はハワイで食わず食わずの生活したんでとっても仲がいいんですね。学長が生きていたらねどんなに喜んだでしょうか。でこの CD を今ちょっとおかけしますので、もうぜひ聴いてください。ただバカみたいに聞かないで、その死んだ谷さんのことをですね、もう少しでいいですから考えて残念だったわねっていうのを一言ね、言って聞いてください。
ありますけども、それは演奏しません。神谷君、この人が作曲をしました神谷君であります。とても作曲するような顔をしておりませんけども、彼の本職は弁護士であります。女子高校生殺しの主犯の弁護をしたっていう辣腕の弁護士ですけども、こういう作曲されるというのはすごいですね。人は思いがけない人が思いがけないことをいたしますね。彼はこれを機にミュージシャンになるとは言っておりませんので、今日は年末でわけのわからない話をたくさんいたしましたけども、来月、ここへ来てくださいまして、私の話を聞いていただき大変感謝しております。話というのは聞く人がいないとできませんので、そして聞く人によって引っ張り出されるもんですから、私は前哨に来るといつもこう引っ張り出されるんです。他の場所でも引っ張り出されますけども、皆さんの引っ張り出す力というのは非常に強いですね。俺はやっぱり平井元京さんとか大森宗玄浪士とか中川宗玄浪士とかいう人たちのこうイオンがここには滞留しているんだと思います。ですから、仏教のお話というのはお寺で聞くのが一番ですね。ここはもそれに山岡鉄舟というおっかない親父が、いたところですからね。それはすごい波動があるんだと思います。
もう今年はお目にかかれませんけど、来年またお目にかかれますように、いいお年をお迎えください。ではおしまいいたします。